くには年の離れたお猿さんの先輩がたくさんいます。そんな先輩たちがいる中でもタオくん一番綺麗な前転を覚えてきました。高さが変わってもこの通り、ほっ、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗、いいね。はい、こちらで。それではいよいよ一番高いところです。ピシッと前に立ってください。それではいきます。他の一番挑戦する一番高いところ、こちら行きたいと思います。お姉ちゃんしか盛り上がりませんでした。皆さんもう少し盛り上がってもらってもよろしいですか。もう一回上げるんで、上げた瞬間にですよ、うわーすごい、こんなの飛べるのみたいな大げさなやつぜひお願いいたします。それではいきますよ。後ろの方も全員参加ですよ。お願いしますね。それではいきます。タオの挑戦する一番高いところ、こちら行きたいと思います。おー、めちゃめちゃいいリアクション、もうめっちゃ嬉しかったんで、本当の一番目こちら行きたいと思います。そうそうそう、そのリアクション、おー、落とすな落とすな。さあ、皆さんが驚く顔を見たくてタオと一緒に練習してきました。よいしょ。身長はタオの身長よりも超えています。はい、視界前見て。ルールは変えません。着地は前転、成功した時はさっきより大きな拍手で盛り上がってください。今来た方も周りの空気に合わせていきますよ。一番高いところ頑張ってよ。いやー、足 OK、 しっかり決めました。決まった時はかっこよく、ほっ、バク宙でございますね。そうだ、偉いね。よし、よく頑張りました。 OK、 そうだ、ありがとうございます。そうだ、それでは皆様お待たせいたしました。いよいよ最後の大技へと移っていきます。最後の大技はこちら、大きな階段を使った八層跳びという技をご覧いただきます。この八層跳びという技、タオくんが一番頑張って覚えた芸です。立つ、そう、はい、ご注意、そう、着地にご注目ください。いきますよ。着地がなんと、ほっ、逆立ちです。よしね、はい、立つ、そう、いいね。前向いて、反対からは距離を広げます。はい、頑張れ、ありがとう、頑張るよ、しっかり、そうや、距離が変わっても着地は頑張れ、逆立ちです。よし、 OK、 はい、残って、褒めてあげてください。よし、そうや。それでは最後に1回だけ距離を一気に広げたいと思います。タオ前見とって。タオが最後に挑戦する距離、なんとこの距離行きたいと思います。ワンちゃんも大興奮。タオくんの人芸見て、タオくん本当にすごかった、これからも本当に頑張ってと思ってくださいました。その優しくて丸いお気持ちは形を変えて入れてくださいますと、私たちのこれからの励みになります。そうや、だいたいこんな空気になるとは思ってました。最後お願いしましょう。立つ、よし、もう大きいやらしいカゴのサイズは忘れてください。もう本当に最後の一芸のタオくんを見ての思ったままの評価で大丈夫です。タオ前見て、それ行きましょう。最後一生懸命頑張ります。皆様引き続きタオへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。立つ、そう、それではお待たせいたしました。最後一生懸命頑張りましょう。そうや、皆さん応援してくれてる、大丈夫大丈夫、ピシッとお願いしますね。待って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 、焦るな焦るな、前見て、手はいい、そう、一緒に行きましょう。待てね、着地は逆立ち、足がついたら失敗、厳しいですが皆さんターンができると信じて見てあげてください。それでは行きましょう。最後、ハサトミ頑張ってよ、頑張れ、よーし、オッケー、しっかり一発で決めました。決まった時は、はい、できました、いいね、そうだ、そう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 、偉かった、しっかり一発で決めてくれました。それでは皆さんの前でご挨拶をさせてください。本日はコンビ炎天下でお付き合いいただきました皆様、最後までのご声援本当にありがとうございました。